セッションの始め、クライアントがコーチングは私に対し緊張もしくは警戒していて、早く本音を引き出すにはどうしたらいいんだろうと感じましたと、最終的には横の関係になりましたが、もっと早くできたらなと、早く本音を出し合う関係になるコツはあるんでしょうかというご質問です。ありがとうございます。で、なんかラジオの DJ みたいになってきましたけども、そうですね。で、なんかね、これまでちょっと僕が体験してきたこと、自分の体験とか周りの人の体験してきたことからいくと、やっぱり大切にしたいのはまず自分のいい状態なんですよね。だからその相手との関係の前に、セッションの前に自分がまずいい状態でいるっていうことを、ぜひ大切にされるのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、やっぱり自分自身がクリアリングする、気持ち切り替える、それから自分自身が何かいい状態にするために体を動かすだとか、なんかなんか飲んだり食べたりが必要、それがあった方がいい状態になるんだったらそれをした方がいいし、僕もそういうのコントロールします。食べると状態悪くなるときは食べないし、なんか食べた方がうまくやれそうなときはそうするし、で、なんかアスリートと一緒で好きな音楽を聴くだとか、空気入れ替えてみる、何やったっていいんですよ。自分がまずいい状態を作るっていうことで、それからもう一個はね、やっぱり何か相手のためにできることで、できることをね、なんかちょっとでもやってみるっていうことね。要は相手を受け入れるわけですから、少しその場所をね、テーブルの上ちょっと拭いて気にするとかでもいいし、なんか何でもいいんですよ。椅子のちょっと距離とか調整するんでもいいし、何か、だから少し余裕を持ってコーチングをスタートするっていうことはするといいんじゃないかなと思います。自分の状態を良くするのもおもてなしのためだから、要は自分のためにできることとか、それからあとはその環境、まあちょっとスカイプとかだったら難しいかもしれないけど、でもね、要は気持ちよく何か会話ができるように、何かできることがないかなと考えてやってみる。そうすると自分の安心感、落ち着きにもなるし、それからやっぱりいい環境に迎え入れた方が相手も心地よく喋れますから。で、実は環境ってすごく大切ね。で、なのでスカイプなんかでセッションするときも、やっぱり相手が落ち着いて話せる場所とか時間とかをちゃんと相手に選んでもらえばもらうほど楽ちんにはなるよね。なんかすごいわさわさしてるところとかじゃなくてね。で、カフェとかもそうだから、なんかみんなで情報交換したりしながらとか、自分で探しながら、なんかここは結構いい感じ、もうひっきりなしにね、なんかウェイトレスがなんか回ってくるようなところとかね、あんまりなんかこうコーチングに向かない感じがあるじゃないですか。で、なので程よい感じでいられるところないかなとかって探しとくのも、お互いのためにすごくいいと思います。で、まずそういうふうに、実は僕はこういうのを場外乱闘って言ってますけど、要は場外乱闘とか、もう 勝負は試合の前に決まってるんだとかこう言いますけども、まず試合開始のゴングが鳴る前にできることは、いくつかやってみることはお勧めします。で、自分のためにできること、環境のためにできることで、あとはクライアントさんは特に初対面だったら最初緊張したりしてて当たり前だと思った方がいいんじゃないかなと。で、まあよっぽどね、素晴らしいコミュニケーションの達人だったらもうあっという間に打ち解けて10年来の親友にみたいになるかもしれないけど、でも別に我々はそういう能力で勝負してるわけでもないというか、少なくとも私はそういう能力では勝負してなくてもプロのコーチとしてやってられます。で、なんでかって言ったら、最初は警戒してるのは当たり前だけど、その話を警戒してる状態もイエス、緊張してる状態もイエスで、で、丁寧にスタートをしていったら、それがあったからこそ、そういう状態でもちゃんと受け入れられたとか、合わせて進めてくれたっていうことが信頼関係作ったり、心を開いてくれたりすることになるっていうことを知ってるから、だから別に何も困らないんです、緊張しててもね。で、最初の数分とか10分とか、下手したら前半半分とかはあれだし、もうでもね、最後の5分でも3分でも心解いて、本当に言いたかったこと、誰にも言えなかったことは言えたでいいじゃないですか。だから無理やり相手を変えない。で、場合によっては1回目のセッション緊張してたけど、なんか2回目に会ったら、ちょっと慣れましたでもいいじゃないですかってことなんです。で、なので、してください。でね、緊張するとか、それから警戒するっていうのは、実はなんかいい状態を作って受け入れるとか、相手に合わせて関わるっていうのはこっちの課題だけど、実は向こうの課題でもありますから。なんか要はすごく緊張しやすい人とかね、それからすごく警戒しちゃうとか、相手のことに心開かない人っていうのを無理やり何とかしてあげるっていうのも変な話なので、こういう人なんだなと。で、自分はできることをやって、でその中で起こることっていうのでいいんだと思うのもいいと思います。はい。で、その上で、とにかく、相手といい関係を作りたいと思ったら、クラスでやったことっていうのをまずはベーシックにやり続けてもらいたいと思います。それは何かというと、笑顔でいるけどテンションを上げすぎないということですね。プラスワンぐらいで、でもいい状態で、そして全身を使ってイエスを
話あのイエスを出しまくるっていうことね。で、あのそういうことをしていただきたいなというふうに思います。で、あのでその中で相手が少しずつ変わってきたら自分のモードも少しずつ変えていくということをやってください。で、クラスの中でお伝えしてないことで、うまくやれるといいなということが一個だけあるの で、このことは、もっと後のクラスでまたご紹介詳しくはしますけれども、あの自己開示をするということです。で、あの自分が、なんでコーチングを始めたのかとか、なんでコーチングやってるのかとかっていう話をこうしたりとか、あと熱い話でもいいんで自分の最近の話したりとかで、あの自分の家族とか自分の仕事の話したりとか、何かあなたの話をすることで、あの相手もあなたのことを知るじゃないですか。知らない人にいきなり、はい、じゃあ相談してって言われたりとか、はい、誰にも話したことない話、はい、リラックスして、無理だから、だから、あなたのことを知ってもらうっていうことね。なので、実は最初にちょっと雑談の中で、いきなりいろいろ相手のことを引き出そうとするんじゃなくて、自分の、相手がわーって話してくれたらそれ聞いちゃうし、警戒してるなと思ったら、ちょっと自己紹介したりとか、その中で、その形式的な自己紹介よりも、もっとなんかあなたの、その、なんていうのかな、人間性がとかね、あなたの思いがとか、で受け取れるような部分っていうのをちょっと話してみると、だってさ、あなたがね相手に夢を語らないのに相手に夢だけ語れって言っても語りにくいかもしれないし、であなたが自分がねなんか困ったり大変だったりしたとこは全部見せないで綺麗にしてんのに、なんか相手にはいどうぞって言われたりとかってすると、やっぱり相手も言いにくい部分があるんじゃないかなと思うんです。だから別に何でもかんでも何十分も何時間もかけて話してくれって話じゃなくて、ちょっとは必要な範囲であなたの話もしてもらいたいなと。でだから最近の出来事とか、なんか今の自分の思いとか、なんかなんでコーチングやってるのかとか、いずれどんなことやりたいのかとか、なんかそんな話して、あ、こんな思いの人なんだということは知ってもらうといいかもしれません。で、どんなことを話してみると良さそうかはまた別のクラスでやったりもしますけれども、なんかね自分のこともぜひ話してくださいって、コーチングに入る前はね、ぜひ話して、でコーチング入ったら相手の話をいっぱいね聞いてあげてくださいって、まあこういうことでございます。はい、じゃあここまでで感想です。どうぞ。